はい、それではですね、2023年6月6日の常備分方程式論科目コード CB23307 ですね、こちらの方のですね、授業を始めていきたいと思います。で、前回ですね、最後の方でちょっと説明したんですが、途中で時間がなくなったのと、あとちょっと板書の説明をですね、しくじってしまったので、そこの部分の最初から説明していきます。とにかく、正時の2回線形の、変数係数ですね。はい、違ってました。ごめんなさい。係数係数じゃないですね、これ。変数係数です。変数係数の場合の、常備分方程式ということで、どういうことかっていうと、前回の前半ではここの係数がですね、x によらない定数の場合のお話をしました。で、今回は x に依存する、形の関数で係数が入っている場合の、正時、つまりイコール0って書いてある方の微分方程式です。常微分方程式です。で、これに対して px と qx は最初から与えられているということを想定して、いろいろと計算をしていくわけです。で、皆さんの、持っている、微分方程式の教科書、古谷先生が書かれたやつ、あの中ではですね、有名な微分方程式2つ紹介しています。一つはルジャンドルの微分方程式で、もう一つがベッセルの微分方程式ってやつです。で、ルジャンドルの微分方程式の場合が、これからお話しする場合に当たります。で、ベッセルの微分方程式の場合は、これからさらにもう、2段ぐらいギアが上がった話になります。で、どこが違うかということも含めて、ここで簡単に説明していきます。まずですね、PX と QX はですね、義分であり、そして、考えている区間で、C 無限大クラスの関数である。つまり、何回微分しても、出てきた等関数は常に連続であるということです。はい、で、こういう場合ですね、こういう場合には、テーラー展開できますよということを、テーラー級数に x イコール0っていうのを中心にして、こいつは区間としては x0 マイナスアルファから x0 プラスアルファまでの、区間ですよね、の区間ですね。はい、この区間なので、したがって、x0 を中心としての、テーラー展開、テーラー級数に展開できます。x イコール0の周りのテーラー級数になるんですね。はい、テーラー級数になるわけです。で、係数は px を使ってこんな風に書かれるということになります。で、この場合にはですね、この、常備分方程式の、解はべき級数表示解ということで、 WX もですね、テーラー展開された形を仮定して、そして、これをですね、微分方程式の中に代入して、 X の高等式として成り立つ十分条件から CN に対するですね、全化式を導出することでですね、あとはその全化式を解いてやると、解が出てくるという形になっています。で、もしですね、今までやってきたような、もし、定係数の微分方程式の場合に、変数係数じゃなくて、定係数の微分方程式の場合にですね、この級数表示解を入れて、代入して、そして CN を決めてやって、全化式からですね、級数を表してやると、逆にですね、今までよく知られている関数のテーラー級数の形が出てきて、実は特性方程式での方法を使って、解いた場合と同じになるねということがきちんと示すことができます。で、具体的にはですね、級数表示解の形を、指数関数のテーラー級数と、それからサインまたはコーサインのテーラー級数などの形を見比べるとですね、ちょうど定数係数の場合にはどれかにうまく帰着されているということが見えてくるということで、定数係数の場合の解もこの方法を使うと出せますよということにはなっています。はい、ということをちょっと前置き、簡単に口頭で前置きしておいて、というふうに言うと、それで定期試験の問題とか作れるかもしれないなと今企み始めましたけどね。はい。まあ、とにかく、そういうことで、ですね、べき係数の形を置きます。で、代入します。上の式にこれ代入します。
代入します。代入したら個別身分します。これは個別身分してるわけです。をしてるわけです。個別身分してるわけです。で、個別身分してやって、その上でですね、第1項については n イコール0から無限大って書いてありますが、ここに n と n-1 っていうファクターが入っているために、 n イコール0と n イコール1はなくなります。なのでこれ n イコール2からになります。それから 第2項については、今度ここのところですね、 n っていうファクターがここに入っているために、 n イコール0の部分は消えます。したがってここは n イコール1からになります、というのがこの式です。そしてその上で、この n イコール1と n イコール2っていうのを n イコール0からに書き換えるために、n を n たす1に置き換えた形で書いてあります。第2項については、これは n を n たす1に置き換えた形で書いてあります。ここまでは前回と同じなんです。ここからです。その上で、m と n の和を前にガッと出すんですが、第2項と第3項で、m と n の和を前に出すんですが、この時に、前回僕、m を前に出しちゃったんです。そうじゃなくて、n を前に出して考えてやらなきゃいけないんです。もちろんですね、m を前に出してもですね、正しい式は出てくるんですが、前化式がですね、その場合にちょっと複雑になります。本質的には同じなんですが、ただ複雑になってしまうので、前に n を出してやるんです。はい。で、この形になります。そしてその上で、ここのところに、ここの係数が、x-x0 の n 乗で、ここが m たす n、m たす n になってますね。なので、これをここの m たす n を1つの係数 k というふうに置き換えてあります。この変数変換は、n の方が外側にありますから、n を止めて m から k への変換だと思っていただきます。n を固定して m から k への変換だと思ってこいつを書き換えるとこんなふうになります。はい。で、その上でこの和のところがですね、内側の和が k イコール m から無限大になってここのところで、解析学の B で多重積分とかやったときに、ディリクレ変換っていうのをやったと思います。あのディリクレ変換、要するにこれひっくり返すみたいな。ひっくり返すと何が起こるかっていうと、こんな形になります。これはですね、ちょっと考えればすぐわかります。ディリクレ変換ってやつです。積分でやったディリクレ変換を和でやるようなものです。解析学の B でですね、多重積分出てきたときに、二重積分に対して教わった話を和に対してやるということです。はい。ディリクレ変換。で、こうなります。で、これをこうやった上で、第1項で、第1項のこの n を k に置き換えた上で、x-x0 の k 乗で全部くくってやると、これが出てきます。はい。そして、こいつを x に対する高等式というふうに見るってことは、この中括弧の中が全ての k に対して0にならなきゃいけないよっていうことになりますので、それからこの前化式が出てきます。で、計算間違ってないと思うんですが、k たす2を k に置き換えます。まず。k たす2を k に置き換えます。これこの形が出てきます。で、そうすると、これ k イコール0からじゃなくて k イコール2からになりますね。はい、で、その上で k イコール2の時をちょっと書いてみると、c2 が c1 と c0 で書かれてますね。それから k イコール3の時書いてあると、c3 が c0、c1、c2 で書かれてるんです。で、これずっとやっていくと何がわかるかというと、K 番目の C は、C0 から C の K-1 までで書かれてるんです。という形の前化式になってます。で、例えば、その上で C、全部決めようとしても必ず C0 と C1 だけは2になります。2個だけ、係数2個だけは2になります。はい。それだけは未定です。未定というか決められません。この2つはどうやって決めるかというと、2個の係数だけは決まらなくて、この2個の係数は、初期条件で決まります。初期条件や境界条件で決まってきます。はい、ということになります。それで、例えば C0 を1として、C1 を0として決めた場合の C2 以降の係数、それによって得られた解をこんな風に書いたとして、そして今度は C0 を0、C1 を1として決めた場合のですね、係数により得られる解の方をですね、こんな風な形に書いてやったとします。ですから、得られる係数を CK の括弧1か、植え付きの括弧1という風にして CK って書いてある。こちらの方は、これで得られる係数の方、CK の括弧2という風に書いてある。
いうふうにして決めてやると、それで2つの解が得られて、そしてこの2つの解が考えている区間で単位一時独立であれば W1 と W2 は基本形になっていて、それを使って一般解が任意定数をかけて足し算するという形で、こういう形で得られるということになるわけです。これが2階の線形の変数係数の場合の、常微分方程式の一般論です。で、こういうふうにですね、C 無限大級の関数、PX と PQX が C 無限大級の関数になっているということは、皆さんは、どこかで複素関数を教わったとしたら、この話は、要するに何回でも微分可能であるということなので、複素関数では、その X0 の周りのこの区間で正則であるということにつながっています。アナリティックであると。なので、この解を何て言うかっていうと、正則点周りの級数表示解って言います。正則点周りの級数表示解。正則点周りの級数表示解の一番有名な形がルジャンドルの微分方程式です。そして、正則でない、いわゆる特異点周りの級数表示解の話で一番有名なのが、ベッセルの微分方程式です。ベッセルの微分方程式は、あれは x イコール0の点、原点が、特異点で、しかも確定特異点と言われている、レギュラーシンギュラーポイントと言われている形の、特異点になっています。はい。その場合の話がですね、古谷先生の教科書にはですね、その確定特異点という言葉をうまく出さないようにしながら、ベッセルの微分方程式に対して説明しておりますので、そちらの方は自分で見てみてください。はい。ということです。これで一応ですね、変数係数の場合の常微分方程式の話が、一応終わるわけです。この後ですね、今度は非正時の2回線形の常微分方程式、つまりイコール0じゃなくて、ここのイコール0のところの代わりに何か関数が入ってくる場合。この場合の話をこの後していきたいと思います。まずはここで一度、切りたいと思います。はい、それではですね、2023年6月6日のですね、常微分方程式論、科目コード CB23307 のですね、後半部分の授業をやっていきたいと思います。今度はですね、前半は、正時の2回線形の変数係数の常微分方程式の話をしました。級数表示解という話です。今度はですね、非正時。で、だからこういう方程式です。これ fx を0にしたら正時、今までやってきたやつなんですね。で、それに対してここに fx っていう関数を、こういうのを非正時項と言います。こういうのを非正時項と言います。で、大抵工学でも物理でも、こういうふうにですね、まず、正時の場合の微分方程式の性質を調べておいて、それに非正時の場合の項を入れるというのが常套手段で、物理的にはこの非正時の項というのはどういう役割をしているかというと、外からの外力みたいなものをこれで与えているよ的な、そういうような、時にこの非正時項を入れるような、感覚だと思ってください。ただ、いろいろな場合はあります。で、これに対してですね、まず正時の場合の微分方程式の基本形を W1 と W2 っていうものを使って得られているとします。得られているとします。いいね。得られているとします。というか、今まで定係数とそれから変数係数についてどうやれば得られるかっていうことはやってきました。なので、それを元にしてお話をしていくわけです。で、この時にですね、この上の、非正時の場合の、微分方程式の一般解というのは、正時の場合の一般解にもう一つ ψx という解を、付け加えた形になっていますよということが、これからですね、示すことができます。やってみましょう。代入します。
解になってるとしたらこれが成り立つわけ。あ、まあとにかく代入して、左辺に代入します。左辺に代入して、そして、これをですね W1 と W2 と ψx に分けて書きます。そうするとどうなってるかっていうと、とこうなりますので、でこれが、イコール F カッコ X ですね。となってこの場合、これとこれはこれですから、この黄色いやつは両方とも0なんですね、はい、なのでこいつだけ、こいつだけが残るわけです。なぜかというと W1 と W2 はこの正四方程式の基本形だよって言ってるわけだから、黄色い線のところはどっちもどう、あの最初から0なんですよ。そうすると最後に残った部分だけが、残った部分がどうなるかがポイントで、それイコール FX になるっていうことなので、だからこれイコール FX って書いて、これもこれがこいつが FX、 これが成り立つためにはこれが成り立てばいいです。ということになります。はい、これがこいつがで、この ψx っていうのは上にも書きましたが、この ψx のことを、特殊書いています。ということです。で、特殊解を求めるのに、ラグランジュの定数変換法を使うわけです。もともと正四の場合の微分方程式の解がこの形になるので、
ここに書いてある W1 と W2 の係数 AB の代わりに何かとにかく、ある関数、ある X による関数の形になっているよということを使うわけです。なのでこの場合はどうするかっていうと、ψx としては、こういう形を置いて、と、置いて、UHX と UNIX を決めるわけです。で、基本的に、じゃあこれで本当に解が求まったかっていうと、要するにですね、微分方程式を、解くっていうのは、もともとは微分方程式の両辺をですね、一生懸命積分していって何か解がポコッと出てくれば一番間違いないんだけど、それをできないからみんなギブアップしちゃったんです。で、基本的には入れてその微分方程式が成り立ちゃいいやっていう形で、どこかでそういう考え方を持ちながら微分方程式っていうのは解いてるんです。だ特性方程式の方法っていうのもあれはエクスポネンシャルラムダ x と置いて代入してラムダ決めてっていうような形でやってるんで、それと結局はね、それと同じでこれも ψx っていうのをこういう風な形の解の形を仮定して、その範囲で微分方程式の解を求めたらちゃんと求まりますかどうですかっていうことを考えましょうというふうに言ってるんです。で、じゃあこれ以外の形の解がないことは証明できますかっていうと、誰も証明できないんですよ、ね、でもこの形で解いてみて物理的に意味のある解が得られるんだから、まずはそれを大切にしましょうっていうのが微分方程式をの解を求める上でのですね、基本的な、考え方になります。そこのところはですね、高校 の, 数学までで、高校から大学に入った時に物理でですね、力学とかなんかで、この微分方程式の解はってエクスポネンシャルラムダ x と置いて入れてラムダ決めてっていうような話をですね、力学なんかでもされて、なんかちょっと本当にいいのかなって思った人もいると思うんですね。それ正しい感覚なんです。僕もそう思いました。でもそれは、一つので、場合によってはそれしか解がないよっていうことが証明できる場合もあるんです。で、そうでもない場合もあるんです。で、それはどう考えるかっていうと、やっぱりですね、基本的に解の空間、本当はこんだけでっかいんだけど、このくらい の範囲に限定して、その中で解を求めたらちゃんと求まりました。ね。求まりました。で、まずはそれが物理的に意味のある解であれば、まずはそれを大切にして調べていきましょうよっていう。物理の世界はそういう形で発展していったっていうような言い方をしてもいいと思います、はい、というようなことでこの形にするんです。ただ実はこれだけじゃ解けないんです。解けなくてさらにですね、悪いことをします。それは何かっていうと、ここでただし、ことをやってやります。見えますかね。要するに、ここの A と B を U1 と U1 という U2 というですね、X に依存する関数で置き換えます。しかもですね、ちょっとこの、これ強弱します。しかもこの U1 と U2 に対してですね、得られている基本形を使って、こういう
等式が高等的に成り立つ範囲で探しましょうと。ずるいよね。ずるいよね。でもいいんでしょうかと。この範囲でってあっても解が求まればまずはいいじゃんと。解なんだから。要するに解っていうのは何かって言って入れて成り立っちゃ解なんです。だから、それでこういうあの関係式が成り立つ範囲で探しましょうということになります。でちょっとですね、途中の計算間違ってもいかんので、一応僕も、講義ノートをですね、見ながらお話しします。で、まずですね、これちょっとここの中で全部収まるかどうか自信がちょっとなくなってきたんですが、入れます。ですから、こういうのね、上手な先生だとものすごくコンパクトに書くんですよね。僕はそこまでうまく上手にコンパクトには書けないんで自信ないんですけど、やってみます。こんな風になりますね。まず代入しました。代入しました。で代入した上で、微分してやります。で、ここだけをちょっと処理するっていう式で書いていきます。黄色で書きます。こうなりますね。でこいつを、さらに中だけ微分します。こうなりますね。そうするとこれ見えてきたでしょ。でそうすると何が見えるかっていうと、ここに書いたこれですね。これからこいつが
ゼロになるんです。でもってだからこいつは形になります、はい、でさらにこいつをもう一回、中に入れて微分してやりますと何が起こるかっていうと、これが出てきて、最初にまずこの微分が出てきている方だけ先に書きます。で、あとはそれ以外のところを あんまり僕ね、微分をダッシュの金を使って書くの好きじゃないんですよ。あれで書くとどこがどうなってるのか構造が見えてこないことがあるので僕あんまり好きじゃないです。で、そういうふうにやって書いてやると、書いてやった上で、上の式をですね、上の式とまとめ直してやるんです。で、今度はここからこう来てまとめ直します。そうするとですね、これ面白い構造が出てくるんですよ。 U1 が入っていて、これだとどこを見ればいいんだ。で、それから2番目のところか。で、今度は2番目のところもやんなきゃいけない。まあいいや。で、こっち側も同じようにですね、こいつを微分してやるんですよ。で、こっち側を第1個ね、第2個をやってから第1個やってみせた方が良かったのかな。で、第2個無駄な計算やっちゃったかもしれない。第2個についても同じことをやります。で、こいつもこれも同じように今度はこの中括弧の中身だけになるので、こいつは U1X、まあちゃんと書きますか。抜けたね。ここに括弧が来なきゃいけない。失礼しました。
こうなってやっぱりこっちもこの赤い条件からやっぱり第2項についてもここのところが0になるわけです。なのでここだけが残ります。で、それと第3項が、第3項が、もうちょっと切りにくいでしょう。第2項が、で、第3項は、第3項の中身は、こうなりますので、で、それぞれに対して、それぞれに対して、全部これに、PX と QX をうまくかけて、足し算するわけです。そうすると、ちょっとここのところ、間の線がちょっと邪魔なので、一回消しまして、ここからそうすると、何が出てくるかというと、そうすると、まず、第1項ですね。第2項から入って、これが出てきます。はい。そして、こう来て、で、あと残りが何かっていうと、残りが何かっていうと、これですね。足す、となって、そして、それにあとは何がついてくるかっていうと、これは U で消えて、イコール Z、イコール F カッコ X になります。はい、で、ここで今度何やるかっていうと、W1 と W2 っていうのは正次方程式の解なんですよ。だから、今度は、こやつが、これとこれが、はい、正次方程式の解なので0になるんです。そっと書いてるけどこれ重要ですから。なってるでしょ？ W1 と W2 あの正次方程式の解なんだから0にならなきゃいけないでしょ？ね？で、ここまで持ってくるためにここに書いてあるこの条件をつけなきゃいけなかったんです。これつけとくとこうならないんですよ。ね。ここが面白いんです。で、だから、この方法は、この形の解の形を仮定するのみならず、こういう関係式を満たす範囲で U1 と U2 を決めたらちゃんと解が求まるよってお話なんです。で、結果的に何が起こったかっていうと、はい、ここのところでね、で、もう一回この条件式出てきますからね。
で、今さ、これ、今 W1 に対する式なんて U1 に対する、まあいいや、このままで書きましょう。そうすると回ってるよ。これで回し忘れてたら悲しいので。プラス。はい。で、これが出てきましたね。出てきたでしょ。出てきたでしょ。じゃあこれで U1 と U2 決めましょうって言って1本しか方程式ないでしょ、ね、さあ困ったと思ったらよくよく考えてみるとここにもう1本式あるじゃんと。なのでそれを持ってくるわけです。で、だからこっちの式はどこから持ってきたかっていうと、この赤い式はどこから持ってきたかっていうと、ここから持ってきたんです。で、これで U1 と U2 に対する決定方程式がちゃんと出てくるんです。はい。で、これ。ちょっとひっくり返して書くんだけど、ここが面白いところなんですよ。上と下の式をひっくり返して書いちゃうんだけど、という形になるわけです。これで U1 の1回微分と U2 の1回微分に対する連立方程式、これで解けたの見えたでしょ。つまり W1 と W2 はこれは、一時独立な解だったわけでしょ。基本形なんだからさ。っていうことはこの前に出てきた行列の行列式はロンスキー行列式そのものなので、デターミナントは決してゼロになっちゃいけないんです。だから行列のこの前に出てきた行列の逆行列は必ず存在しなきゃいけないんです。なのでこれで ということで、これで U1 と U2 の1回微分が計算できるわけです。出てきましたね。これがラグランジュの定数変化法を使った非正時の、常微分方程式におけるですね、常微分方程式の特殊解を求める方法なんです。不思議でしょ？不思議なんだけど、要するにこれ多分ね、この条件式は最初からこれを置けば求まるっていうふうに考えたわけじゃなくて、
こいつに代入してどうやればいいかなっていうふうに思ったら、そうするとうーんと思ったらなんかめんどくさい子がいっぱい出てきたな、困ったな困ったな、うんうんうんっていう悩みにな、そうだよ、そういえばこれ めんどくさくしてるのはこいつがいるからね、じゃあこいつをゼロだっていう条件のもとで解いたらどうだろうって、お、綺麗に求まるじゃん、いいじゃんこれでっていうような、そういうお話なんです。これが2階の非正時の2階線形微分方程式の特殊解を求める上での、ラグランジュの定数変化法の基本的な、考え方です。一応ここまで求まったら、あとはこれを、この式から U1 と U2 をこれ不定積分してってすれば、最終的に、この特殊解は特殊解が求まるねって話になるっていうのは、これで理解していただけたと思います。この後一回ちょっとお休みして、最後の結果まで持っていきたいと思います。まずは、で、ここでこれ消しちゃうと、この板書の写真が撮れなくなるので、一回ここで切ります。はい。はい、2023年の6月6日のですね、常備分方程式論、CB23307 科目コードですね。こちらの方の授業の、パート3になります。で、ここまでですね、パート2では、非正時の2回線形の常備分方程式について、要するに、正時の場合の、それをの、非正時項を0に置いた場合の、基本形を W1、W2 としたときに、こんな風な形で、その一般解、正時の場合の、一般解と、それからもう一つ特殊解っていうのを使って、一般、非正時項がある場合の、解を表現できるんだよって話をまずして、でその、特殊解をどうやって求めるかということで、正時の場合の解の形を元にしてラグランジュの定数変化法を使って U1 と U2 っていう X による変数で A と B を置き換えた形の関数形を仮定して、しかも U1 と U2 に対してでこの赤い線で、引いた、こういうですね高速条件っていうんですが、こういう高速条件を元にこれ X に対する高等式としてこれが成り立つという、高速条件の下で、負債を求めましょう、 U1 と U2 を求めればいいっていう形にすると、でそうすると負債 X に対してこの、ラグランジュの定数変化法の形で書いたこの式を代入してやって、そして第1項第2項第3項の、PX とか QX 除いた部分第1項第2項第3項きちんと書いてやると、書いてやるとこの先ほどの赤い線で引いたイコール0っていうやつを使う と、簡単少し簡単な形が出てくるのみならず、この第1項第2項第3項の計算をもう一回元の式に入れて代入してやると、さらには W1 と W2 はですね非正時項イコール0の場合の解であるということを使うと、さらにいくつかの項が消えて、最終的にはですねここに書いてある、U1の1回微分と U2 の1回微分が、に絡んだ項がパコパコと出てきて、でそれで、この式が出てくる。だからこれはどこから出てきたかっていうと、ここから出てきてるんですね。この式がまず出てきてる。そしてその上でもう1回この、そもそも U1 っていうのはどういう環境を満たしていたかということで、赤い線の式をもう1回思い出して書くと、これで2個の式が出てくる。2つ式が出てくる。最初の式はこれは、プサイ X に対する非正が特殊解だということを考えて出してきた式です。2番目の式は U1 と U2 に対してそもそもこういう条件が成り立つもとで解こうねって言った条件式です。でこの2つの式から U1 と U2 のですね、1回微分に対する連立方程式が出てきて、でその、係数行列はちょうどロンスキー行列式の中身の行列になっているということがこれで見えるわけです。なので、これ、W1 と W2 はですね、基本形であり、互いに一時独立でなければならないということを大前提にしてこれまで解いてきましたので、この係数行列のデターミナントはノンゼロなので逆行列が存在します。なので U1 と U2 の微分がこういうふうに与えられるということになります。ここまでが、パート2でお話ししてきた内容です。さて、そこでですね、最後の仕上げをします。で、ちょっと名残惜しいんですが、ここ消します。
で、結局この式もう一回これで書きますと、こうなりますので、従いまして、これによって、というのは、こいつらを、こいつらの第一成分と第二成分、それぞれを X で不定積分するんだよという意味で、こういう形で出てくる。こういう形で出てくる。そんでもって、プサイ X の式なんですが、こうなってますが、はい、こうなってますが、こうなってますが、あ、で、下の式もいらないですね。はい。こうなってますが、これも行列、ベクトル使って書けるんですよ。で、どうなってるかっていうと、イコール、どっちで書いたかな。縦ベクトルと横ベクトル使ってこの形になってますね。いわゆる内積の形になってるなって見えると思うので、そこに上の式を入れてやると、という風になって、これでプサイ X が求まるわけです。よって、この場合、これを一般解と呼んでいいかどうかというのは、一般解は。こうなって、
ただし、とは2定数。ということになります。これが、なんていうか、非正時の2回線形微分方程式の一般的な解の形というふうになります。はい。で、これで、出てくるんですが、実はですね、実は、この、fx っていう係数が、いわゆる初等関数で与えられているような、要するに指数関数とか三角関数の簡単な形で与えられている場合には、実はですね、ちょっと違う方法があります。で、教科書にはそっちが書いてあります。で、そっちはですね、未定係数の方法って書いてあるんです。で、僕らは昔はですね、インスペクションって言葉で直感というか視察によりと、目で見てこれ解はこうなるの分かるよねっていう形のやり方があるんです。視察による方法によりっていう方法があるんです。はい。で、それはですね、次回やります。次回の冒頭でちょっとだけお話しします。非常に簡単な方法で、実は、こんなに難しい計算やらなくて済むんだってことなんだけど、でも、基本的に解の形がですね、どういう、ある程度どういう形であっても、この方法なら間違いなく、解は一つ求まります。一般解の形が出てきます。ただし、めちゃめちゃ大変です。ここまで求まったから、はぁ、あ、よかったよかったじゃないんです。実は、こっから先の計算が実は大変なんです。それは皆さんですね、教科書のこの、非正時の2回線形の常微分方程式の話をいわゆるですね、ラグランジュの定数変化法、今は単純に定数変化法とだけ言ってますが、このラグランジュの定数変化法という方法を使ってやるとですね、どんだけ大変かっていうのはすでに課題をやってみた人はわかると思います。よくわかると思います。で、課題は何と何を、やりなさいと言ってるかというと、そしてはの問いの証問3、証問の3番と、それから71ページの問題5の証問2、この2つを Google クラスルーム上から提出してくださいという課題として挙げておいたと思います。はい、テキストの中の これをやってくださいというふうに言っていたと思います。どちらも結構大変な問題ですが、頑張ってやってみてください。とにかくこっから先の計算が実はですね、めちゃめちゃ大変です。めちゃめちゃ大変です。やってみた人は分かると思います。はい、というわけです。まあ、計算力をつける意味では非常にいい例題ですので、ぜひ取り組んでみてください。はい、それでは今日、2023年6月6日の、この授業はここまでで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう、また来週。